あの思い出の時期は確か中3の5月くらいだったっけ。遠くの病院に入ることになって、周りから本当に誰も知ってる人がいなくなって、すごく寂しかったんだよね。一人でいると病室が静かすぎて落ち着かなかったから、テレビをつけたんだ。そしたら、ハッピーエブリデイが出てて、いつも通りすっごく楽しくて、大笑いして。でも、番組が終わっちゃって、テレビを消したら、私が一人だったことを思い出して、テレビを見る前よりずっと寂しい気持ちになった時、看護師さんが来たんだよね。それで、その後に、あの女の子たちの声が聞こえた。いいな。すっごく楽しそうで。修学旅行だって電話で言ってたの。私も行きたかったな。置いてかないで。みんな私のこと置いてっちゃう。私の体が弱いせいで、みんなとの大切な思い出の場所にいつも私だけいない。私、どうしてこうなんだろう。小さい頃からずっと、小学校も、中学校も、何度も何度も入院して、たまに遊びに行けても、無理はできないから、旅行とかにも、絶対に行けなくて、勉強も、頑張ってるけど、私はいつも病室でみんなに全然追いつけない。それでも頑張って勉強して、やっとみんなと名字に入れたのに、やっとみんなと一緒にいろんなことができるって思ったのに。なんで、なんで私はみんなと違うの。私だって修学旅行行きたかった。部活にも入って、みんなで疲れたねって言いながら帰りに寄り道したりしたかった。そのために注射も痛い検査もたくさんたくさん我慢してるのに、なのに全然良くならなくて、お兄ちゃんにもお母さんたちにもいつも迷惑かけて、もうやだ、こんなのやだよ。どうして私こんななの。どうして、なんで、全然わかんない。私ずっとこうなのかな。ずっと病院の中で一人で高校にも行けなくて、やだ。そんなのやだよ。